8月9日土曜日、大安公民館で、いなべ市教育委員会生涯学習課主催のいなべジュニアスポーツ指導員セミナーが開催されました。このセミナーは、スポーツ少年団の指導者や関係者、またジュニアスポーツの指導者を目指す18歳以上の人を対象に企画されたもので、6月下旬から11月下旬まで全6回の講義が準備されています。3回目の開催となったこの日は、ダイナミックスポーツ医学研究所副所長の土井達夫さんが、スポーツ動作の基本となる歩く姿勢や走るフォームをはじめ、基礎体力づくりや怪我の防ぎ方などの専門的知識を伝授しました。講義の後は場所を体育館に移し、スポーツ体験実習が行われました。講師は元バドミントンオリンピック選手で、おぐしおで有名な小倉久美子さんです。小倉さんはバドミントンの基礎や、高く遠くに飛ばすショットのクリア、さらにスマッシュなど技術的なことを皆さんに教えていました。途中、小倉さんが迫力あるスマッシュを披露すると、大きな歓声が上がりました。参加者は元オリンピック選手から本格的な指導を受け、この貴重な体験を心から楽しんでいました。実習の後、小倉さんと土井さんのトークショーも行われました。小倉さんはバドミントンの魅力や怪我をした時のエピソードなどを本音で話し、三重県のスポーツがもっと盛んになるよう願っていますと、会場の皆さんにメッセージを伝えていました。市の関係者は、このセミナーを通して広い視野を持って子どもたちの指導に当たれるよう、いろんなジャンルの指導者に学んでもらいたいですと話していました。次回は9月13日と11月の8日と29日に開催されます。ぜひご参加ください。